ボーリンラボということでね、はい、今日は京楽さんにお邪魔してやってまいりました。うん、我々のこの格好を見たら、うん、一目瞭然、何打つか分かるよね。というか、あなたたち誰なんですか？あれ、うん、誰だ、罪はってか。見て分からないのか？ちょっと紹介お願いしていいですか？中村モンドです。はい。お連れ様は？はい。死神のカードマンです。おかしい。ああ、はい、死神です。はい。はい、どこから来たかね、ちょっと死神さん教えてもらいたいんですけども。私はそうですね、堺の、はい、今度グランドオープンいたします、グランキコーナ堺店の。マジか。死神です。そんな店長が来ちゃっていいのか？はい。やばいですね、これは。死神っていう店長なんですね。いや、そういうわけじゃない。池田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、ということで本日は京楽さんにお伺いさせていただきまして、はい、7月22日から全国稼働予定の、はい、パチンコ新必殺仕置き人の撮影のためにこちらにお伺いさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日は、トミーエリア長と、はい、グランキコーナ堺店の新店長、はい、池田店長のお二人に、はい、今日はシダをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。ということで本日は、二人は昔、うん、指定関係だったということで、はい、本日は、この仕置き人の、85番継続ということを存分に、発揮したいということなので2人で2万発共闘作戦を行っていただきます。はい、はい、2万発頑張って目指してください。まあこのね素晴らしいスペックですから、うん、はい、あ、余裕ちゃうかなと思ってるんですけどね今日は。そうですね。まあまあ何かあれば私が、はい、カードマンとして出てきますので、はい、まあ、今作ではね、そうですね、カードマンと言われるその死神が出たら復活演出とか、はい、うん、激アツ演出みたいな感じになるとですね、はい、それがどんだけ出せるかというところ、うん、はい、うん、注目いただければなと。まあ、ちなみに主役は我々じゃないんですけどね。主役誰なんですか？鉄です。鉄さん今日はいない。今日いない、ね、そうですね、ちょっと体調不良で、はい、代わりに死神が出てきた。そうですね、はい、検証演言うてね。かしこまりました。じゃあ、グランキコーナ堺店の店長の池田さんにお伺いしますが、はい、このパチンコ新必殺仕置き人の台数とか決まってるんですか？うんうん、台数決まってますね。決まってる、はい、何台？65台です。多いな。はい、60… 多いです。すごいね。まあ、台数が台数なんで、台数がね、はい、大阪最大級の1817台のお店なので、はい、キコーナ最大級ですね。最大級ですね。はい、はい、その辺も注目いただきたいと思いますけれども、はい、意地です、意地がかかってるというかね。そうですね、自信がかかってますよ。はい、もうグランキコーナ堺の、説明というか、P ワールドとはもう解説されてる感じですか？そうですね、はい、解説もしてますし、あとはもうグランドオープンに来ていただくだけかなと。グランドオープンの日付は決まってるんですか？7月27日です。要注目ですね。はい、はい、じゃあこのまま、スペックをトミー教えてもらっていいですか？言っちゃっていいんですか？お願いします。絶対知らんよ。通常時大当たり確率 319.9 分の1、確変中大当たり確率 69.76 分の1、 ST 突入確率 50%、 確変継続率 85%、 ST 回数130回、時短回数100回、大当たり出玉10ラウンドが1500個、3ラウンドが450個。通常時の大当たり振り分け 50% が新仕置きクラッシュ、左打ち時は 50% が ST 突入、 50% が時短100回となります。右打ち時は 60% が1500個の ST 継続、残りの 40% は3ラウンドが450個となります。あー、OK、あー、なるほどなるほど、これこれなるほど、 OK です。ちょうどいいですね。僕が遠目におるんで遠近法で、はい、遠近か、いい感じの顔のデカさのバランスよく考えられてますね。そうですね、はい、まあニコ生ではね、はい、池田店長ちょっとしばらく、そうですね、お休みっていう形だったんですけど、はい、約どれぐらいお休みしてたんですかね？確か2日間ぐらいですかね。短3年ぐらいですね。3年間も、はい、はい、
お休みされてて、その間何悪いことしてたんですか。あー、まあそうですね、仕置きしてましたね誰に誰、いやいや、やっぱりあの部下も含め、あ、はい、あの いろんな仕置きを、仕置きに次ぐ仕置きをしました、はい、まあ、京都向こう、そうですね、はい、グランドオープンの進展で、はい、来たんで、はい、京都はあのキコナチャンネルが、そうですね、やってなかったっていうのも、そうそうなんですよ、はいはい、ちょっといろんな諸条件ありまして、まあ、でも京都向こうすごいね、そうなんですよ、ナンバーワンのアドリス、はい、そうなんですよね、おかげさまで、いや、まあ、持ってるなって感じですよ、いやいやいや、顔のでかさだけじゃなかったですね僕らそういえばあの森口君もね、はい、よくニコ生では、そうですね、はい、一緒にやらせてもらってますけどね、そうですね、懐かしいですね、はい、いやもう当時大打たずになんかね大喜利とかやってましたそうそうあんま遊戯台を打ってなかった、そうですね、はい、はい、どっちか言うたらもう基本大喜利、確かに、はい、でしたね。でもちょっと罰ゲームが過酷すぎて、そうそう、あの時が一番、いや、ほんまにも一番きつかった、武士だのなんだのって、もう武士マジきつかった、いや地獄でしたね。あとその武士食べたやつをまだ口移すもうあんな考えられんあれ芸人のレベル超えてましたもんね、いやいやいや、完全に一滴とかそれぐらいのレベル、いやほんまにようやってたなって、いやあれはちょっとね体張りすぎましたね、いやいやいや、はい、そういや前ガチガチのプライベートで動物園で会いました、ね、会いましたね、お互いの家族の、まあまあびっくりしたけど、家族団らんとしてる姿、わかるでしょ、わかるでしょ誰が言うてんねん強くたらもうバーッと走ってくるから、ね、ああいうことあるんですね、ですね、いややっぱ狭いなって感じですね、確かに、お、来た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 、お、重なったよ、超粉鳥か、これ超粉鳥か、超粉鳥、超粉鳥、保留の色がどんどん変わっていくやつ、今、今回紫の、赤丸いった、羊、羊描いてますよ、これ汗汗汗来たな、これ私も、なんか、よさげ赤の羊掘りで、これ当たりでしょ、これもう私も疑似連、疑似連来ました、しかも連来たからもう一発3連あるから、お、お、はい、私も3連、おお3連、めっちゃ熱そう、はい、お、真剣フラッシュ的な、これはもらったでしょ、5両や、5両やな、5両はちょっと弱い、65万はきついなおお、なんか出てきた、お、あり、あるんクラッシュ、クラッシュ、モンドーム用って書いてましたね、真剣ゾーン、これめっちゃ熱いんじゃん、これ今ハート出てきましたよ、これめっちゃ熱いんちゃいます、激熱の問答無用鉄拳クラッシュってやつですね、なんかこの熱いって書いてあるこう鉄拳ゾーンとかいろんなもん入ってましたね、なんか、あーもうめっちゃ回ってる、めっちゃ回ってる、おお、めっちゃ回ってる激震激震、上もね、上も出てるね、おお、これはやばい、めっちゃ震えてますよ、あ、すげえ、池田さん当たったらセーラーライくださいよ、いやいや、それ、運エンジンやん、それ前やってたじゃないですか、やってましたね、しかもどこのカメラに向いてやったらいいんですか、ウェイ、イエース、イエース、クラッシュ至りました、クラッシュ、モンドーム用、これで当たり、なるほど、手のブルブルがやばい、当たりました、おめでとうございます、おめでとうございます、あとは各辺入れないとダメなんですね、 50%、 あ、そっち当たりました、
50%。これは大当たり中も昇格エースが新ギター。 おめでとうございます。金屏風みたいなの来てますしね、これ白編来た。 ST 確定ですね。あとはもう新速のこの速さか僕の足がどっちが速いか勝負ですね、これ足あれでしょ、扁平足でしょめっちゃ知ってるじゃないですかめっちゃ知ってるじゃないですか。扁平足ってぺったんこってことですね。ぺったんこです。土踏まずがないんですよ。おおおおおお、ええ私も土に来ました。どうだね。シェイ。おお。金。熱そう熱そう。金。おお。これはやばい。これはやばい。しかもこれ1で転敗してるんで当たれば ST。まあ3ですけどね。当たれば ST。星3。当たれば ST 確定ですね。えこれあ。ハートハート。あれ。ハートのリアル。リアルハート。いいでしょう。お。シン。お、リアルハート、リアルハート。おお、これハートどうなる、めっちゃ強そうな、こいつ。よいしょ、あったあったあった。ベタな、ベタな感じの。いくよ、いくよ、えい最高っすね、はい、トミーさすがっすね。いやー、やってしまいましたね。さすがっすね、今のは。いやー面白い、絵的には面白いんちゃいますよ、これ。いい絵でしたね、今の、今ね、池田さんが入ってる新潮期クラッシュ ST は継続率 85%、 ST 回数130回になってますの です、ね、はい、ここはちょっと自力で頑張って当ててください、そうですね、右が、69.8分の1、はい、130回で 69.8分の1が引けるかと。そういうことですね。僕は熱い、池田さんの台、低い確率の引く方が得意なんですよ、僕。いや確かになってますね。パチンコもめっちゃ強いんですよね。確かに。ほんまに。でも熱いっていう掘り来てますよ、これ。熱掘りは熱いですね。熱掘り。おおおおおお。ちくわちくわ。ちくわ。ちくわガン。ちくわガン。これでもちくわガンでこんなデブ倒せんの？デブ言うてもた。え、なんかちくわのやつなんかめっちゃパワーアップ。ほんまパワーアップしてる。どこで補充してんこいつ。おーイエース。ありがとうございます。すごい強い。ありがとうございます。さすがっす。一応これ右打ちは、1500個足す新出勤クラッシュね、継続 60%、はい、450個が 40% になりますので。なるほど。あ、これで7人、はい、昇格しましたので 60%、はい、フルラウンドおめでとうございます。あ、スピード感もありますね。イケイケ感が、はい、これやっぱり半券とは別にこう若年層もなんか打ちたくなる感じありますね、若い方々も、はい、うん、演出がやっぱ古臭くないんで、ね、そうですね、ほんまに、はい、新しい感じ。そうなんですよ、疑似連も多めでこう、うん、煽られますよね。そうなんですよね、常に期待感を持ちながら打てるというこの感覚いいですね、これ。あ、スピード感ありますね、やっぱり。お、うん、大当たりも速いですね。そうですね。これは演出変えるわけです。竹鉄砲でいきます。竹鉄砲好きやな。池田さん、もし続けば、はい、演出1個ずつ変えてもらっても。そうですね、はい、お願いします。いや、もう竹鉄砲1本でいきます。おい放送クラッシャーやな、これ。やっぱね、1本でいくわけやな。いや、仕置き人クラッシュっていうぐらいですから、壊しに行かないと、やっぱり常識を覆しに行かないと。はい、あ、いらん。まあ、境点ではね、そういうことがやっぱ、そうですね、はい、常識を覆すぐらいのね。そうなんですよね、インパクトがやっぱ、はい、必要ですし。そうなんですよ、グランキコーナー境、グランキコーナー境、1817台。はい、もうぜひぜひ楽しみにしておいてほしいです。一応ね、これ仕置きクラッシュあれですね、選択キャラでその告知タイプ変わるので、竹鉄砲はあれですね、突発告知タイプ。ああ、ね、モンドがチャンス告知。ハテナの保留、ブーちゃんの保留が。おブーちゃん。ハード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 来た。で、鉄が一撃告知になりますね。
あ、鉄が一発。なるほどね。よし、来い。来るか、来るか、指でこう。紫保留いるようになりました。ちくわからの禁止令。来ましたか。もう一発来い。よし、記事3。ゆっくり銃弾進んでますね、竹鉄砲の銃弾が。ゆっくり進んでます。あ、切られた。弾切られた。お、おお、なに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 、出てきた。復活終わったですね。カードマン、いただきました。いやすごいね。いただきましたね。盛りだくさんやな。おいおい、私もハートしか出てこない。一応あの池田さんの台、これ ST。 うわ、なに、おおおお、どこまで行くよ。やばい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 。おい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 、来たこれ。トミーさっきから来たって全然来てないから。いやいや、これ来るっしょ。来い。あ、残念ながら450発ですね、これは。これはこれ全部星一緒ぐらいから、あと全部熱い。モンド 3.5。 モンド来ました。どうなんですかね。熱そうですね、なんか実写系なんで。ちょっと、おい、いけんちゃいますよ。まだリーチにはなってない。これリーチなら、ならなあかんのか。え、でもこれリーチェンスではないんすか。あ、まだテンパイしてないんか。テンパイしてない。どうなる。 7リーチ。お、なんか手出てきましたよ。お、クラッシュ。お、なに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 。あ、これだから昇格演出。昇格気持ちいいなこれ。あ、10ラウンド確定。これイケイケ感が気持ちいいですね。これおめでとうございます。まさかの、まさかの。しかもこれ奇数だからもう ST 確定。いや、もう ST 入っとっちゃいましたね。これでもあれですね、消化スピードめちゃくちゃ速いですね。これこれがやっぱこうスピード感が 85% でありながらこのスピード感、これいいな。今池田店長が選んでるのがモンドのタイプなので、チャンス告知タイプ。チャンス告知ですね。はい、僕もチャンス告知がいいな。私一発告知ですからね。鉄は残り 30%。 あともう一個です。こういう演出相当になったので、これだいぶ熱い。10両おっしゃ おめでとうございます。また130万で至りましたよ。これで5連目ですか。何人やるんですか。OK。 これ5連目ですね。いい、ハイパー。これまた 60% 取って1500。これ今のところ全部 60% 取ってますよ、僕は。うわ、これ7000発近くまでいくんじゃないですか。そう言ってる間に富田マネージャーの ST 回数があと半分になってしまいました。みるみる減る。 85% 継続なんですけど。まあ、あれですね、曲変えて流れ変えようとしてるんですね。もう何やったら英語に変えてますから。ちょっとリーチにリーチがかかってないのは辛いな。そうですね、富田さん一回もリーチかかってないですよね。これマジ駆け抜ける。おー、カードマン出てきた。よし、よし、
あれピンチ、あれ死神参戦、なにこれ、死神参戦とかなりましたよ。これは保留霊の S ですかね。保留霊、え、ちょっとこの大当たり終わった後に注目した方がいいかもしれないですね。なにこの、このイケイケ感、なにこれ急に。なんかすごいですね、 BGM もハードコアみたいな。ほんまにびっくりしてんけどこれ。世界観急に変わりましたね。やばい、これやばいじゃん、あと30回しかない、やばいやばいやばい、 69.8 秒のうちに引いたよ。すごいな、曲が、曲がすごい。おー、来たー、うわー、熱保留ですね、熱保留、熱保留、これ来た、これ取った、これ取りましたよ、よいしょい、おーい、ゴー先輩、お、やっぱあれやな、やっぱり保留連でしたね、保留連やな、死神、イエース、ハート対ちくわ、よっしゃ、ちくわってもう、あ、富山会社おめでとうございます。富田マネージャーもこれ7で1500発で 60% 取ります。いや我々めっちゃついてますよ。いやこれ来てますね、めっちゃすごい引き、いや嬉しいっす、いやこれ本当嬉しいっす、うん、面白いっすね、おもろいっすね、これはこれ本当にプライベートでもなんか打ちたいなと思っちゃいますね。これ僕全部 60% 引いてますよ、300%、そうですね、これまた 60% 取れちゃった。ってことはこれでもう9000発近くまで来るか、そうですね、早っ、はい、今何分ですか、というかね、今まだ2分ぐらいですね。それはちょっと言い過ぎました、はい、まあ、15分も経ってない、そうですね、でもリアルに20分も経ってないんじゃないか、いやいや、はい、あ、あ、ということはこれ富田マネージャーもこれ保留霊濃厚、これまでうわうわ始まりました。始まってる、始まってる、始まってる、そのデスボとあのこの海の違いよこれ。うるさい、トミちょっとデスボお願いしていいですか、私、はい、自分の犬やんか、老犬みたいな、ワンワン、これちょっと保留に注目ですね、トミタマネージャーさん、え、これが出ると多分保留連濃厚っていう演出だと思います。今調べてくれた。ボリューレン、池田店長が今回はボリューレン、ボリューレン、一撃告知タイプ、いったー、ボリューレンですね、いかつ、これは、まあ、これで池田さん1万発突破しましたんで、はい、すごい、おめでとうございます、おめでとうございます、すごい爽快ですね、いや爽快ですよこれほんまに、これ2人で2万発いよいよ見えてきました、2万発で効きますかね、これいっちゃう、3万いっちゃう、これこれ池田店長今何年目ですか、今11年ですね、11年目、はい、マネージャーが今何年目ですか、分かんない、あれここまでやります、6回サブエキションで、あ、6回、だから今お二人17回、1万2000発突破です、これ来たやろ、おい、おーおー強い、これこれでも2枚いったんちゃいます、2人合計で、あ、多分富田マネージャーこれ7に変わるんで、これでもあと1回当たればもう行くんじゃないですかね、 OK です、 OK です、
ここで今足して19566発って言ってる間に池田店長があと30回なんですけど、ここからなんか本当に駆け抜けそうになってる。ここから左です、ね、ここ正念ますよ、はい、おー、ゲラウェイお、鉄砲鉄砲、あやばいな、ちょっと池田店長が30回切ってますね。ほいほい、よいしょよいしょ、あ、4連したんで4連、熱いんちゃう、リーチは来る、いざ行こう、あ、そんな声高いんだいざ行かん、もうちょっと渋い感じかな、おい、来た、リーチ指でっぽいくぞ、ハートハートハート VS ちくわちくわちくわのなんか6連ぐらいのちくわ、そうですね、6連ちくわ、やばい、来るよ来るよ、カードマン来るか、カードマン来るよ、あーやばい、これは本当にやばい、やばいよなんや言うて、私も63回でバトラー君パワーで、おおおおお、これいきなりリーチはあったんじゃないですか、うわ、誰これ、遠隔や、遠隔遠隔、これ確定や、誰これね、2万発宮本武蔵みたいなやつと戦い始まったよ、これ本当にバトラー君かざしたら急にこれちょっと不正が疑われますよ、バトラー怪しい、しかも赤モンドさん来たもうしかもストックしてるじゃないですか、刀、これバトラーに踏ませますね、はい、あ、バトラーが、バトラーバトラーがバ大当たりは確定して、これで昇格ですね、最後じゃあ10ラウンドで決めた感じになりましたね、ありがとうございますもうこれでコンプリートということで、コンプリート終了っすね、やったりましたわ、我々がいい仕事しちゃったっていうことで、これ飛び玉マネージャー駆け抜けるところもあります、あ、行きましょうか、28位だから、はい、いや、どうせ当てますよ、まあ、当たりますよ、エンドレスですよこれ、今の流れで駆け抜けるとかありえないっすでもなんか壮大なネタフリーの今セリフをいただいた感じ、勘弁してくださいよ、絶対ないからもう回すだけ当たりますよ、回すだけ、いやーこれ気持ちいいな、ほら、うい、 あと10回、うい、うい、からのからのからのいやもう注文通りのこれ、これもうめっちゃ僕だよりじゃないですか終わって拍手が起きるっていうこの、何でやねん、何の拍手やん、いやでも完璧でしたね、完璧でしたね、編集とかでも何でもなくちゃんと見せましたねいやー楽しかった、よかったっす、池田さん1万3000発おめでとうございます、すごい、じゃあこっち一旦集まりましょうか、さあということで、はい、実戦終わりましたけど、そうですね、うん、これ2人でずっと打ってましたけど、まあ結局2万発はね、うん、クリアしましたね、がっつりやったったかなって感じ、いやいや、ちょっと前出られても、うん、いやいや、ええ、何、え、よっ、まあまあやったったからね、2万発は、ええー、ええー、ええー、みたいな感じで、いやいや、ちょっと、え、見えてへんよ、あー、カードマン見えてへんよ、僕1万3000ぐらい出しましたけど、いやいやいや、その2人でね、2人でやったから、そんなどっちが多いとか少ないじゃなくて、うん、何はい、ということですね、私グランキコーナ堺店の店長池田と申します、はい、まあ、オープニングでも
はい、7月17日より、会員カードを、ご登録いただく会員募集を、行います。はい、9日間行いますので、はい、ぜひ、お時間のある方はぜひぜひグランキコーナー境店を、めがけて、来ていただければと思います。お待ちしております。